はい、皆様こんばんは、関でございます。今日はね、僕の創業店舗の轟の魚市場のですね、創業当初のなんか思い出なんとかをちょっと軽くフリーで話をさせていただこうかなと思っていてですね、ちょうどですね、僕が28の頃ですね、轟の魚市場をオープンさせまして、もともとですね、海鮮和食魚市場というふうな名前でやっていたんですけれども、投資回収をですね、もう早く早く終わらせるためにですね、早期投資回収モデルっていうのを僕考えて、これどういうことかっていうと、大体投資回収って普通飲食店だったら、5年から7年とかっていうふうに考えることが多いんですけれども、それだとどうしても次のチャレンジだとかにいけないなと思っていて、でどうしたらもっと投資回収を早く終わらせられるかなって、投資と回収っていう言葉ってすごく僕の中では大事にしていて、そこが早く終わらないと次にの展開の資本が溜まっていかないと、いかに投資をかけずに、売上の最大化を図るかみたいなことを先輩の経営者の方々のやり方とかをですね、いろいろと勉強させていただいて、僕職人でありながらも、そういった勉強もずっとしておりましたので、なんかそこにちょっとこう当て込んで、轟の物件をですね、借りさせていただいて、今でももちろん営業しているんですが、ね、もう最初本当にオープンする時とかは、もともと僕が独立する前にお世話になっていた、とある施工会社の社長がおりまして、これちょっとあるある的な感じなんですけど、実際僕が前の、前々職ぐらいの会社で事業部長をやっている時にお世話になっていて、で何店舗もその会社、施工会社の社長を主にですね、店舗作っていたんですけれども、でその時はね、すんなり話はまとまっていってたんですが、いざ僕がね、自分の資本で独立するって言った時にも、もうぜひ僕に声をかけてくれというふうに言っていただけたんですけれども、実際ちょっとお願いして、僕あの店400万ちょっとぐらいで作ったんですけども、僕は出せても400万ちょっとぐらいだというふうに、伝えて、もちろんできますというふうに言われていたんですが、でそれで銀行に見積もりを持って、借り入れを起こし、僕最初の1店舗目は金融公庫で借りたんですけれども、で政策金融公庫からもちゃんと着工金と設備投資金というふうな形で、借り入れを起こすことができてですね、よっしゃこれ満を持してやろうと思ったらですね、その後からやはり関さんとこの金額じゃできなくて、実際に見積もってみたらやっぱ670万から800万近くのお金がかかりそうだよと、どうしようみたいな、もうオープン日とかも決めていたんですけども、一気にそれでなんか、もうこれじゃ無理だなと思って、ランニングコストの金額とかも、正直そこに少し入れて、いたりとかもしていたので、これどうしようかなと思ってて、でもね、僕の父に相談をしたところ、お前そんな簡単に諦めるんじゃないと、うなれていてもしょうがねえだろうと、どうしたからできるようになるか考えればいいじゃないかみたいな、背中を押していただいてですね、今でも覚えてるんですけど、やっぱすげえなと思って、いやなんか僕もすぐ諦めてしまうこともなかったんですけども、なんかもう悔しくて、でもでそれでたくさんので、資料を作って、何社ぐらい呼んだかな、現場説明会をしたんですね、施工会社の方々 4,5 社ぐらい呼んだのかな、それで僕が作った資料を見ていただいて、僕がここの場所でこういったことをやりたいと、で設備としてはこんなことをやっていくので、こういった重機が必要と、でチューブはこの辺でどうのこうのとか、で席数はこのぐらいでとか、もう全部資料作って、で僕450万がマックスで、でそこまでで できますかと、スケルトンだったんですけれども、できますかって言った時に2社で、できるっていう
言って残ってくださった方がいて、あとはもうそこからもうヒアリングベースでもう、あ、この方にお願いしたいなっていう施工会社様、 MS プランニングの、まあ、佐藤さんって方なんですけども、まあ、あの後々の髪の毛動向もですね、あの MS プランニングの佐藤さんとかに作っていただいて、いや、ものすごくお世話になっていたんですけども、そうですね。で、でも実際に、まあ、あの MS さんにやっていただいて、7月26日かに、もう今からもう本当に5年半年前ぐらいですかにオープンさせて、まあ本当初月はね、もうポスティングだとかハンディングだとかもしてですね、もうたくさんの方々に興味を持っていただいて、もう本当に毎日毎日もう大満席というふうな形で、まあオープンケーキを過ごしたんですけれども、まあ本当1ヶ月に3ヶ月目ぐらいの時ですかね、もう本当毎日お客様からもう怒られることばっかりで、もう接客なってないと、アルバイトの子たちの教育がなってないとか、もうお料理は冷めてる、いつまで経っても料理が出てこないとか、まあまあ今でもそういうこともちょこっとあったりとかもするかもしれないんですけれども、まあなんせ本当に僕も一人で、まあ山中と二人でやってたんですけれども、まあオペレーションがね、あのものすごく悪くて、もうその辺のオペレーションのメス打ちとかもせず、毎日毎日日々忙しいんで、もうずっとなんか仕事終わったらもうお店での椅子に座ってその毎日寝てしまうみたいな日々を過ごして、まあ、大体さ客単価でいうと3500円とか4000円ぐらいだったのかな、のお店だったんですね、お酒入れて。今例えば席定とかだと客単価ほんと2万円とかも行くことが多々あるので、まあね、その当時のことからすると、まあ、よくこういう風になれたなとは思うんですけれども、まあその当時は本当にやっていて、んー、なんかこうこんなんでいいのかなとかってすごい毎日思ってですね、まあ、どういうことかっていうと、やっぱりこう僕タバコすごい嫌いで、やっぱりそのぐらいの客単価でやる分、客数増え、入れないと売り上げ作れないじゃないですか。なので、もうタバコも OK だと、もうご家族も誰でも OK だとこういうふうな形でやっていて、でそうするとやっぱりもう使える食材だとかもう限られてしまったりとかして、まあ、今だから言える話なんですけども、やっぱりどうしても養殖のお魚だとか冷凍食品だとかに頼ってしまうことが結構あったんですね。で全然その時ノウハウってなんかもう勉強不足だったんで、なんかそんな風なことで、でもなんか僕もやっぱり今までずっと修行、まあ、料理の修行をしてきた経験とかもあった上で考えると、あ、まあ、このままじゃなんか自分が今までやってきたことが全然表せないなと思ってですね、いやここはもう思い切って全席禁煙だと、でさらに客単価も 1.5 倍から2倍ぐらいまで上げる、だいたい6000円から7000円ぐらいまで上げたんですね。それが6ヶ月目ぐらいだったかな。で最初6ヶ月目ぐらいにそれをちょっとだんだんこうやるようになっていって、まあ、残ってくださるお客様は残ってくださったんですけども、やっぱりもともと最初のそのぐらいの感覚で来てくださった方とか、やっぱりタバコを吸いたいとかっていうお客様はもうどん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 減ってね、もう客数が一気に著しく減って、 ですが、客単価は上がってるわけなので、まあ、結局売り上げはそんなに変わらなかったんですね。で8ヶ月目ぐらいかな、もう毎日、もちろん僕毎日ずっと市場に行って魚の仕入れ、朝早く魚の仕入れ行って、終わってからお店戻って仕込みして、メニュー書いて営業して、営業中お客様に喜んでいただけるであろうことで、もう本当にたくさん考えて毎日毎日やっていて、でもそうしたらですね、本当に本当予約しないと入れないみたいな本当に感じにぐらいまで、まあ、今でもその当時の、ね、予約帳とか見ると、ね、大和すごいねとかって言うんですけど、まあまあ本当にもう日々毎日顧客管理ノートっていうのをね、山中と2人で書いていて、お客様は何月何日お誕生日でどんなお酒が好きでどんな食材が好きでとか、奥様のお名前はとか、もう全てね、全部毎日記載していて、そんなことを本当に毎日毎日やっていたら、1年ちょっとぐらいの時にはこの予約が取れないよとか、平日でも毎日満席とかいう風な感じになってきて、いやこれはすげえ本当にちょっと頑張ってよかったなって思ったことで、まあ、今でももちろんすごくそういったところで勉強していたことが今の中でも結果に生まれていることもあってですね、僕の今ね、たくさんいる仲間のみんなにもそのあたりはすごく落とし込みがまあまあできているのかなと思うんですけれども、やっぱりこうお店一軒作るのって、まあ普通にお金があれば、お金がなくても別に借り入れすればいいだけの話なんでできると思うんですけれども、やっぱりこう魂込めてね、やっぱりお店作りしていかないと何にも意味がなくて、
やっぱそこに残ってくるものってもちろんやっぱりあのお金もそうですし、あの仲間もそうですし、で何よりもね一番僕が嬉しいなと思ったのがやっぱりたくさんのね僕のことを応援してくれさるお客様だったんですね。でそれがやっぱり今の今でも本当になんかこう生きていて、あれから今5年半、まあ、もう今年の7月も丸6年になるんですけれども、まあ、なんとかね今5店舗まで、来させていただきましてですね、まあまあよくここまで来れたなっていうのは本当にあの思っていて、ちょうど今日はあの二子玉川石庭で僕今日営業してたんですけれども、山中がねあの今日お客様と2人でご飯食べに来てくれて、でもうあいつの目から見るといやもう今日さっき LINE が入って正直ビビりました。なんか自分自身がこんなになんか勉強不足だったってことがなんかどうのこうのとか入ったんですね。まあでもなんかすごくなんか少しはねなんかこういっぱい肌で感じてくれたのかなっていうのがあのとっても嬉しくて、でもまあ僕からするとやっぱりここまで来れたっていうのはねあの本当に山中がいてのことだっていうのは本当にね心から思っていて、って思うとやっぱりこう来て、ご飯をねあのお金を払ってご飯を食べに来てくれた以上ね、その3倍じゃなくてですねもう本当に10倍20倍ぐらいね、あの何かこう背中をね、見せられればなと思った気持ちで今日営業していて、まあまあとりあえず轟はねあの今年の7月26日で丸6年をねあの迎えることができますので、あのもちろん周年の際にはですね僕もお店の方に駆けつけて、たくさんのお客様とですねあの共に時間を過ごせたら嬉しいなと思っていて、あのこの動画を通してですねあの本当にまた新たに、なんか僕のこと知っていただけるようなお客様や新しくねあの僕の会社にこれから入ってくれる仲間もいますんで、もっともっとですね僕自身がこの飲食という業界の中でのもう素晴らしい意見力を持っていけるようにですねあの日々精進していきますので、どうぞ引き続き、よろしくお願いします。それでは本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。それではまた。